ジュフン、横山、ソンジュフンが中に入れる、チャナティップと小泉、小泉の前、右足振り抜いた、決まった。最後は川田、この試合2点目、2対2、同点。いや怖いですね、やっぱ2-0から1点取ったら新潟の前の圧力、積極的なプレーでコーナーキックを取って2ゴールですからね、はい。まあ、そして富山の怪我の影響で苦しい段階からチームに入った川田が2得点。いや、チーム救いますね、はい。札幌は稲本、河合と